アレバロは、スペインカスティーリアイレオン州アビラ県のムニシピオ。アレバロという地名の語源は、イベリア半島をケルト人が支配していた時代に遡る。一部の記述家によれば、壁の隣を意味するアレバレンから発したとされる。しかし、メセタに住んでいたケルティベリア人の一部族であるバッカエ族から生じたとする説もある。文献上に名前が登場するのは11世紀で、 すでにラテン語化されたアレバロルムであった。711年にベルベル人が襲来してアレバロを占領した。それまで住んでいた住民はイベリア半島北部へ避難し、代わって入植したのはアラブ民族であった。レコンキスタが侵攻した11世紀、カスティーリアは前線をドエロ川付近とし、すでに人口がまばらであったアレバロ周辺に再入植を推進した。百三十五年。 アルフォンソ7世は、アビラの教会にアレバロを寄進し、1140年、ローマ教皇院のケンテウス2世はアレバロを、アビラ司教の所有と認めた。城壁に囲まれたアレバロの内部では、最植民と共に、教会、修道院、橋の建設が進められた。フェロが授けられたのは13世紀である。14世紀半ばの第一次カスティーリャ継承戦争の、 アイダカスティーラ王家に忠実であったアレバロは、トラスタマラ朝が始まってから、経済衰退が顕著となった。フアン2世の二度目の王妃であった、イサベルでポルトゥガルは、1454年に、夫と死別すると妃語を失い、啓子のエンリケ4世の宮廷から追放され、アレバロ城へ陰遁した。その際、実施であるイサベルとアルフォンスを伴っていた。第二次カスティーラ継承戦争後、 イサベル一世が即位した後も、王母であるイサベルはアリバロにとどまり、1492年に亡くなった。18世紀半ばから経済が復興し、人口が増加した。現在は農業、製材業、観光業を基盤としている。1970年、12世紀から16世紀にかけてのロマネスク、ムデハルの各様式の建築物を保存していることから、 スペイン歴史遺産に指定された。ありがとうございます。